こんにちは、よちこです。チャンネル登録、高評価、コメントで応援していただけるとめっちゃ励みになります。お願いします。今回は冷めても絶品の無限なすに挑戦してみようと思います。材料はなす、大葉、生姜です。調味料が油、醤油、オイスターソース、砂糖、鶏ガラスープ、ポン酢、片栗粉です。ではでは、早速作っていきます。
ました。いただきます。うまっ、おいしい。これも大成功です。